次に今井雅人君、今井君。はい、すいません、ちょっと喉を痛めておりますので聞き取りにくいかもしれませんが、お付き合いします。よろしくお願いします。まず官房長官にオリンピックについてお伺いしたいと思うんですけども、今やるべきだ、延期するべきだ、中止するべきだっていう意見があるんですが、そもそも論なんですけども、この契約なんだ、契約都市契約、いや、開催都市契約か。これを改めて見ると、中止をするのは、中止することができるのは IOC だけで、他の人は、中止ができないというふうに思えるんですけれども、この辺についてもちょっと説明いただきたいと思います。